復活したウルトラマンベリアルにより宇宙は騒乱の渦中にあった。戦いに終止符を打つため、科学者でもあるウルトラマン光はウルトラカプセルを開発する。カプセルにはウルトラマンたちの強大な力が宿っていた。手のひらに収まるほどの大きさしかなかったが、たった一つで戦局を覆すほどの可能性を秘めていた。しかし、超時空消滅爆弾起動。何？せいぜいあがくわ。なんとかしないと。行くな。この宇宙はもう持たない。それは地球を中心に生じた次元の断層は宇宙全体に広がり、星々は消滅したかに思われた。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。世界ワイド、今日はクライシスインパクトの真実に迫ります。かつてのクライシスインパクトは隕石落下が原因とされていますが違います。この写真をご覧ください。クライシスインパクトの影響で当時の記録は全て失われたと言われていますが、偶然にも発見された一枚です。名前はウルトラマンベリアル。どうした？我が国で6年前に発生した怪獣災害の当説です。 あれ取ろうとしてジャンプしたら天井に頭ぶつけちゃって。頭？天井にか。はい。あなたこれ一体何と見間違えるというんですか。よく見てくださいよ。てか店長、これ売り物。ごめんごめん、これ本当うまくてさ。まったくもう。ほら。あ、いいんすか。うまいっすね。なあ。お兄ちゃん。ああ、久しぶり。リク兄ちゃん、こんにちは。エリちゃん、お出かけ。うん、おじいちゃんち。ねえねえ、アイスちょうだい。いいぞ、持ってけ持ってけ。やった。リクくん、大きくなったね。まだここに住んでるの？引っ越したいんですけどね。ないかないか。おじちゃん、これ。あ、そうだ。あー、いいからいいから。あれ？でも、これ溶けてる。え？え？バイバイ。店長。ああ、壊れてないですよ。え？
かしいな。なんでだろう。冷凍庫、夜にペカが見るよ。機械いじり得意だし。やめとこうぜ、気づかれたらおしまいだ。それに宇宙人が同居してるなんてバレたら大騒ぎになる。店長は君が一人で住んでると思っている。待て、待っていたぞ。ムッシュタイサタン道具、その子を放せ。そもそも君は自分が地球人だと思い込んでる。僕は地球人だ。ペガの助けを求める声、聞こえたのは君だけだ。それにあのジャンプ力。うわっ、って奪ってみろ。ゲッチーム、どんどん手当て。爆発兵器ドン、サイン、ヒアウィゴー。本当にいるのかな。何が。ウルトラマン、宇宙の平和を守るためにベリアルと戦ったっていう都市伝説だよ。ウルトラマンもベリアルも。地震？なんだろう。住民の皆様は速やかに避難せよ。やばい、こっちに来るぞ、逃げよう。二足歩行の巨大生物は陸に向かって移動を続けており、こちらの人交通範囲は避難勧告が出されています。該当地域にお住まいの方は警察や消防の指示に従って落ち着いて避難してください。あ、どうでした、エリちゃんたち。連絡ついたよ、無事だって。よかった。角野町のおじいちゃんとこにいるってさ。俺もそこへ向かう。リグ、お前は友達が止めてくれるって。分かった。それにしても本当にいたんだな、怪獣。僕に力があったら町を守れたのに。ペガ、ついてきてるか。友達の家に泊まるんじゃなかったのかい。みんな無理だって。本当は友達なんかじゃなかったのかもしれない。こういう時はジードだ。またじーっとしててもどうにもなんない。野宿も案外楽しいよ。どうだかね。よいしょ。天文台か、星を見るところだ。僕赤ちゃんの時ここで保護されたんだ。赤ちゃんの泣き声がするって通報があったんだって。君のお父さんとお母さん、どんな人だったのかな。引き続き巨大生物関係のニュースをお伝えします。ありがとう。政府によると出現した巨大生物は山間部を西に移動しており、明日未明にも角野町へ達する模様。角野町、エリちゃんたちのいるところだ。ペガたちにできること何もないよ。移動しており、明日未明にも角野町へ達する模様。お、なんだこれ。おお、いって、刺された。 B の因子確認。基地をスリープモードから通常モードへ移行します。うわ、権限が上書きされました。
マスター、エレベーターにお乗りください。お乗りください。聞こえるの、僕だけ？聞こえる？到着まで、残り30秒。あなたは？報告管理システム、声だけの存在です。この下には、何があるの？基地です。基地？巨大生物が通過します。住民の皆様は、速やかに避難をお願いします。終わった気がしない。こいつは何かある。ねえリク、ここは天文台の地下500メートルに位置する中央司令室です。この基地はマスター、あなたに譲渡されました。僕のこと誰かと勘違いしてる。誤認ではありません。すでに血液の採取を行い、 DNA 検査を終了させています。いつの間に。お渡しするものがあります。フュージョンライズ用マシン、ライザーです。リック、僕にくれるの？なんで。これはあなたの運命です。ライザーを使用することで、あなたは本来の姿に戻り、力を行使することができるでしょう。本来の姿。あなたはこの星の住人ではありません。リク、いいんだ。今大事なのは力のことだ。例えばさ、本来の姿に戻ったとして、ピアノを持ち上げたりできる？可能です。ダンプカーは？可能です。じゃあ怪獣は？可能です。よし、分かった。これの使い方教えて。何する気？怪獣を止めるんだ。このまま放っておいたら市街地に入る。人が死ぬんだ。無理だよ。できます。嘘だ。嘘ではありません。なぜならマスターはウルトラマンの遺伝子を受け継いでいますから。冷却完了。次の行動に移らせてもらおう。行方不明となっていた巨大生物が再び星のマシンに突入しました。うわっ。これ誰が撮ってるの？球体型偵察機ユートムによる映像です。バスター、現場までエレベーターで向かいますか？行けるの？座標を設定できます。通信には先ほどのマシン、ライザーを触れていれば会話が可能です。わかった。リク、心配するな。じっとしててもどうにもならない。あいつを止めなくちゃ。行くぞレム。レムとは私のことですか？ああ、名前がないとやりづらいんだよな。レポート、マネージメントのイニシャルですね。そう。ああ、僕のことはリクって呼んでくれ。わかりました、リク。転送を開始します。はあ、OK だ。怪獣は進路を変えました。進行方向にはまだ避難している人々がいます。
ずい、ここで食い止めないと。やり方覚えていますね。どれだっけ。フュージョンライズ後の名称を決めてください。ジードだ、ウルトラマンジード。そしてこれはジードライザーだ。じっとしててもどうにもならねえ。融合、アイゴー、キアウィーゴー、フュージョンライズ決めるぜ。覚悟、あれは。なんだあれ。あの目の感じ、どこかで。僕、今どんな格好なんだ。ダメだ、みんなが危ない。
今なんとかしないと。光子エネルギーを放射しますか。やり方はすでに知っているはずです。お前何言って。いや、頭に浮かんだ。レッキングバーストです。でもリクのあの姿、まるで昨晩出現した巨大生物は謎の巨人と格闘した末、爆発を起こし消滅しました。突然現れた謎の巨人の正体も依然として不明のままとなっています。あれが僕。レム、リクの中にある強大な力って。血液から B の因子が確認されました。リクはこの基地の本来のマスターと 99.9% の確率で親子関係にあります。親子？リクが誰の子か知ってるの？はい、彼の父親はベリアル、ウルトラマンベリアルです。少女、その超能力の源には神秘の光の力が隠されていた。そしてそれを狙う怪しい三面怪人、僕も迷ってる場合じゃない。じっとしててもどうにもならないんだ。次回ウルトラマンジード、怪獣を斬る少女、決めるぜ覚悟。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。